号です、宇野信子さんお願いします。つくば市民ネットワークの副代表してます宇野と申します。はじめまして、よろしくお願いします。つくば市民ネットワークというのはもともと主婦の集まりだったんですけど、地域のことというか町づくり、生活と政治はもう切り離せないということをいろんな面で実感しまして、それで市議会に請願なんか出した時におじさんたちの反応がすごく悪くって、この人たちに任せてはダメだということで、誰か行こうということで、私たちの中からでも選挙に当選すればあそこで発言できるようになるということが分かりまして、議員をみんなで選挙しまして、瀬戸由美子と永井悦子の2人を市議にしまして、今活動しております。で、原発と直接関係ないと思われるかもしれませんが、地方自治っていうのはすごく大事だなっていうのをこの間実感しています。で、実はつくば市民ネットワークの皆さんはまだここについておりませんっていうのが、別の会場で自治基本条例についての勉強会をしております。それで終わり次第こちらに駆けつけることになっています。で、自治基本条例というのは市長がこの前の選挙のマニフェストで書いたので、急に持ち上がってきたんですけども、市長が中身を理解してマニフェストに書いたかどうかちょっと不明なんですが、やっぱりどうしてもこういうふうになってしまったのは誰のせいだと、政府のせいだのか、国がとか、じゃあ国って一体誰でしょうと思うんですね。やっぱり私たち一人一人が結局国を作って政治家を選んできた、望む人を選べなかったということも含めて、自分たちが選んできた結果が今これなんだろうと思っています。それでつくば市民ネットワーク、市民ネットワークって北海道から九州まであるんですけど、やっぱりまず足元の地方自治から自分たちで人任せにしないということを一番のモットーにしております。そこにはやっぱり市民参加していく、そしてそこには情報公開がなければ市民参加できないということで、さっきの福島のお話でもいろんなことが本当に隠されてきて、後から 今頃になってメイトダウンの時期が昨日も出てましたけど、本当にこんなに時間かかるのかなってびっくりしますよね。やっぱり情報公開しなきゃいけないっていうルールがやっぱりきちんとはないっていうことだと思います。で、自治基本条例の中に行政だにいろんなところが情報公開しなきゃいけないっていうルールを自分たちに実は作らなきゃいけないんだなっていうことを今勉強会の中で感じています。ですから脱原発と関係ないと思われるかもしれないんですけど、実は絶対関係してると思うので、つくば市で自分たちは今から自治基本条例を作るんだっていうことを頭に留めて、何かのワークショップとかありましたらぜひ参加して、普段のそういうこういう怒りとですね、地方自治は絶対切り離せないと思いますので、それを訴えていただければと思います。それで今日は市議会の方議員さん皆さんにぜひこういう活動しますから来てくださいとご案内出しましたら、市議の方が、ね、来てくださってます、こっそりそこに3人いらっしゃるんですけど、新社会党の金子さんありがとうございます。そして共産党の橋本さん、それから、田中さん、来ていただいてます。あとつくば市民ネットワークの瀬戸と長屋も駆けつけます。それから県議の方の県会議員に、元この間ちょっと残念だったんですけど、ずっと活動して活躍していらっしゃいました山中太子さんも、さっき顔が見えたかと思うんですけど、はい、そんな感じでやっぱり政治とこういう問題解決と切り離せないと思いますので、さっきね、緑の党を作ろうとしてたっていう話もありましたけども、そこまでやりきらないとこれは変えられないと私も思ってますので、ぜひ皆さんそういう方向でやりきるところまでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ピッタさんお願いします。はい、5時半の、デモ&パレード出発の時刻が、近づいてまいりましたので、その説明をしたいと思うんですけども、まずですね、先頭にあちら今なんて皆さんから背中の方にある、外戦車が先頭に、走ることになるんですが、今ちょっとですね、事務連絡なんですが、外線車の運転手さんは今どちらにいらっしゃいますでしょうか。もしいらしたらですね、もう5時半出発ですので、車に戻っていただき、出発地点に車つけていただきたいと思います。出発地点はちなみにあちら、
理髪店のなんか青と赤のあれがぐるぐる回っているところも向かい、こちら側、ここですね、ここが出口になります。運転手さん、見つかりましたか？運転手さん、中外電車の運転手さんは車の移動をお願いします。大丈夫？はい。それでしたら、じゃあ、皆さん参加者の方々に、デモコース、デモ&パレードコースの説明をさせていただきます。今言ったように、